OK。義士、聚楽艇が検出されました。そこに面影の反応も見られます。なぜそんな地点に。面影殿が追っていたのは豊臣秀頼公のはずだが。聚楽艇は秀吉公の治世の象徴、豊臣の系譜には関係していますがね。そういえば面影は最初あの辺りの歴史をうろついていて俺たちと出会った。豊臣秀頼に狙いを定めたことから考えても、黒の面影は豊臣に何か関わりがあるんじゃないか。こんなことなら面影について根掘り葉掘り聞いておくべきだったかな。聞いたところで話さなかっただろう。一緒に頑張ればいいのに、周囲に相談することすら思いつかないなんて寂しいな。ね、カラちゃん。なぜ俺に振る。まあ、とっつかまえて話を聞いてやろうぜ。今からでも遅くはないだろう。よし、決まりだな。皆で面影を迎えに行くぞ。が検出されました。以前の調査と全く同じ状況だが、再構築を受けて戦場の変異は進んでいるな。注意が必要そうだ。面影の反応は見えているんだろう。近之助、案内してくれ。はい、皆様私についてきてください。新たな流れが検知されました。行くさか。最良の結果をもたらそう。使うぞ。俺は誰とも馴れ合うつもりはない。面影の反応が出ているのはこの先です。いつぞやも戦場で面影の追跡をしたのか。あの時は逃げられたが、同じ鉄は踏まない。面影が二人、すでに黒の面影との接触に成功していたのか。のんきにしている場合か。追いかけるぞ。門が閉められたか。どうやら俺たちの邪魔をするつもりらしいな。ここで引くなんてするものか。倒して進むだけだ。私は来たのか。頼るわけにはいかない。門が開いたな。今度こそ面影を追うぞ。ここに奴らいないか。しまった。まさか罠だったのか。また邪魔をする気かな。こちらも容赦なし。行くぞ。ああ、ミウムだ。一気に蹴散らす。以前の奴らたちと同じ時間じゃないはず。様変わりした。あの時の無事の母、そんな奇妙な姿はしていなかった。見えんのだ。
面影だ。さて、逃げられる前に捕まえてしまおうか。刀剣男子、私の本体を追ってきたか。ならばここで折れてもらおう。黒の面影か。縁起の悪いことを言ってくれる。戦うしかないのか。俺は一人で戦い抜く。どけ。誰の手も借りん。俺一人で十分だ。この面影とは全く違うな。俺たちを完全に敵視している。むしろ好都合なんじゃないか。こちらも手加減無用ということだ。なかなか腕が立つよ。本体の追跡は中止。私を助けろ。昔時間速報軍はこうも一斉に進路を変えるのだ。もしやつが呼んだのか。行かなければ桃亀。いや、話は後だ。まずはこいつらを片付ける。目を覚ませ。これは私の。今や私は自分だ。せーの、気を抜くぞ。私は話は後で聞く。ひとまずここを離れよう。みんなもう分かってしまっているんだな。私は刀剣男子としてまだ不完全な原型試作。この世界を切り繋げたのは私から欠けてしまった一部がしたことだ。責任は全て私にある。俺なり何なり好きにすればいい。なめるな。そんなことをして何の解決になる。三日月がもう決断した。あんたと共に調査を完了したいと。それは皆の総意だ。なぜ。何、明日の希望が見えなければ賞賛など浮かばんのでな。面影も俺たちも心一つに進むべきだ。私は過失を犯したなら挽回すればいいだけだ。無駄なやり取りに時間を割くべきではないかな。ただ敵の計略に巻き込まれただけの君に非はないよ。さあもう一振りの君を共に救いに行こうか。
たしを今もなお受け入れてくれるのか。どうしてそんなに温かい主や仲間を思う心が皆を強く眩しくするのだろうか。私もそうなれたら今はもう感謝しかない。この先皆のため我が身を捧げると誓おう。皆の気持ちに応えるためにすべきことがまだある。よければ付き合ってもらえないか。抜けた私の一振りを所有していた主がいる。残酷で無能な暴君として摂政関白とあだ名された豊臣秀次だ。力がみなぎってくるのを感じるよ。わかったよ。やってみよう。僕が行くしかないか。まずは米を炊くか。オーケー。豊臣秀次、あんたが追っていたのは豊臣秀頼だろう。ああ、だがこの地に飛ばされてしまった。秀次事件でもう一度試してみる。秀次の死の流れを変え、この夢が成り立つ根底が崩せるかを。さっぱり要領を得ないね。面影に従ってしまっていいのか。許可します。何やら確信を握っているようですから。新たな流れが検知されました。私は前に進まなければならない。お相手よろしくお願いします。わかった使おう。わかった使おう。わかった使おう。これを私に。これでまた先へ進める。これでまた先へ進める。これは私の力。しなくてはならないことがある。迷う暇はない。それで俺たちは何をすればいいんだ。秀吉が差し向けた刺客が来るはずだ。秀次を護衛し高野山まで送り届けてくれ。豊臣秀次が暗殺のために放たれた刺客及び時間素行軍の反応を検知しました。だが
姿は見えないな。この辺りで敵が身を隠すとすれば、藪の中だ。まさか私を殺そうとしてるのか。俺たちの出番だ。行くぞ。豊臣秀吉を救出する。あなた方のおかげで命拾いしました。これで高野山へと向かいます。一体どれだけ湧いてくるんだか。まあいい、さっさと片付けてしまおう。見えた。順調だ。このまま豊臣秀次の護衛を続けよう。秀次を狙う刺客は豊臣秀吉が差し向けたんだったな。おそらく実施可愛さにしたことだ。だが秀次からしたら寝耳に水だっただろう。囲まれた。一体どうする。見えた。豊臣秀次の近くに敵の反応を検知。ただならぬ気配を感じます。なるほど、豊臣秀次の後輩を尽くさんだ。そうはさせないよ。さっき近之助が言っていたただならぬ気配とは、そのことか。残念、策が甘かったな。断ち切る。お前の姿を映すまでに。王も立て続けに様々な策を講じてくるとはね。油断はできないかな。高野山まではあと少しです。敵に注意しながら進んでください。この先に敵の反応は見られませんね。安全なようです。そうか、ならばあとは豊臣秀次を高野山まで連れて行くだけだ。ここまで来ればもう大丈夫だ。最後まで世話をかけてしまいましたね。感謝します。助かりました。悪くないね。一つ成長できたよ。秀次様、こちらに。私は伊達政宗様より使わされたもの。どうかこの先にて身をお隠しください。私をお救いくださるのですか。はい、
謀反の罪に問われれば駒姫様や政宗様にまで累が及びまする。政宗様は徳川家康様にも働きかけ、こたびの騒ぎを鎮めようとお考えです。どういうことかな。政宗公が秀次側につくなんて生死にはない動きだよ。伊達政宗の周囲には働きかけておいた。うまくこの地点につながったようだ。何をしている。歴史を正すつもりはあるのか。今は私を信用してくれ。根底を崩すには大胆な手法が必要なんだ。昔とは違う自分、受け入れていきましょう。分かったよ。ここも俺たちが以前挑んだ地点と同じようだ。豊臣秀次には自陣命令が下らなければならないが。阻止する。豊臣秀次を無残に死なせない。新たな流れが検知されました。生死とは完全に逆の動きになるぞ。どういうことかちゃんと説明をしろ。豊臣秀次がこの夢の起点だ。秀次の無念を前提としてこの世界は成り立っている。秀次を生存させれば夢は形を失い、この歴史の消滅となり得るかもしれない。もしかして秀次事件の筋を変えるのは面影にとっても初めてなのか。あ、そうだ。ここが夢幻からなる世界だということは三日月に言われるまで気づかなかったからな。確かに敵は躍起になって俺たちを止めに来ている。鬼ごっこを続けるよりは試す価値はあるか。となると確か石田三成らがここでの使者だった。秀次救出に加担させるのがいいな。以前は自陣命令を届けるという嫌気のさす任務だった。だが今度は逆を試すわけだな。行くぞ。私は前に進まなければならない。揃って出よう。かっこよくね。悪くない代物だ。利用できるものは使う。そうでなければ勝てない。死者はいずれも歴史にとって重要な人物。ここで死なせるわけにはいかない。だが敵に襲われる死者を救えば間違いなく秀次のもとへ向かうだろう。あ、だから彼らを生きたまま撤退させ秀吉の命から手を引かせる必要がある。時間底軍に襲われている死者がいるな。助けに行くべきか。死者は襲われているな。どうする。助けに向かうか。死者が襲われているよ。救援に向かうべきか。今回ばかりは気持ちの整理がつかない。どうやら石田三成は
今回の任務は乗り気ではないらしい。あの死者も時間速報軍に襲われているが、今助けに向かうべきかどうかは。こうも化け物だらけではかなわない。秀吉様には申し訳ないが、ここは引こう。さて、他の死者は助けに行くのか。見えた。三成が引いた任務は彼らも撤退するかもしれない。豊臣秀次の生存のために走り回るのか。なんだか落ち着かないな。以前の調査とは目的が真逆だから、うっかりしないよう気をつけろ。石田三成殿は撤退したようだが、あなたはこのまま高野山へ向かうのかね。どうたる三成殿がいなくて撤退もやむを得まい。よし、うまく石田三成に続いたな。石田三成は引いた。一緒に行った方がいいんじゃないか。なんと、やむを得、わしも続くか。残る死者も素直に撤退するといいな。温まってきたかな。お願いする。任されたよ。お前も引き返した方が。石田三成はすでに撤退している。何、それはまことか。なるほど、わしも引くしかあるまい。時間そこへ。まだ現れるとは。こいつらの狙いは死者だったという。追わせるわけにはいかない。ここで倒す。火は熟した。いや、完了だ。うん、お前の姿を映すまでもない。悪くない結果だ。うん、前より強くなる仲間か。これで全ての死者が問題なく撤退するはずだ。ああ、とは紺之助の確認を待つだけだ。面影の指示通り自陣命令は阻止したぞ。これで秀次は生き延びることが叶うんじゃないかな。いや、まだわからない。皆様、新たな演算結果が出ました。豊臣秀次は自害しました。なんだと。どうしてそうなるんだ。自陣命令は阻止しただろう。はい、ですから命令を受けてではなく自分の意思でという形に変更されたと考えられます。バカな、死んだのなら結果は一緒だ。失敗か。いくら条件を変えてもこの世界の豊臣秀次は無念を抱いて死ぬ。夢の始まりとなる秀次事件は不可侵領域らしい。ならばやはりこの夢を止める方策は一つ。皆様警戒を。大型の虫が現れました。想定外です。